さあジュニア戦線に一気に殴り込みを果たしてまいりました。鈴木小太郎の入場であります。さあジュニアのカリスマ金本浩二が大歓声を背に堂々の入場であります。小太郎、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー小太郎、プロレスリングノア190パウンド鈴木小太郎。小太郎、小太郎。赤コーナー小太郎、全日本プロレス金本さん210パウンド金本さん。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。グラウンドでの攻防に持っていきます。掴んだ、かち上げ式で打ってまいります。組に行きます。さあ粘着室よろしく、締めに転じてまいります。膝へのキックです。蹴りを見舞ってまいります。切り返します。まさに返し技の妙。チョップがうなってまいります。ボディースラム、このポーズです。ローを打ち込みます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。腕を回します。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。ロックアップ。さあ若さあふれるノアジュニアの一番星でありますこの鈴木小太郎、師匠三沢が名付けたそのリングネーム通りに戦いの和太鼓を今宵も高らかに鳴らしてくれるのか。逆に振り返して2アタック、組み合います。逆に振り返した、足に照準を絞るのでありましょうか。蹴りをぶち込みます。エルボー、カウンターで返します。飛び膝蹴り、ストンピングです。ローを打ってまいります。抱えます。ボディースラムで叩きつけます。気合を入れてまいります。チョップであります。行くのか、コーナーに振ってカウンターで切り返してまいります。掴みます。逆に返します。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。フロントからのキック、逆水平、腕をフックします。タイガードライバー、カウント2で返します。逆に捉えた、外してまいります。このあたり切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。ええ、
レッグロックに捉えます。ブロックします。あと飛び膝蹴り。リング上は逆片指固めの体勢。掴みます。キックで返します。掴んだ。ボディスラムで投げてまいります。起こします。ロックアップ。逆に振り返して回転してのキックです。あ、この辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。エルボーを入れていきます。行くのか。バックを取ります。フェイスバスター。顔面フス、強烈サンセットフリップ。あっと倒していった。サンセットフリップ、片指に持ち込む。カウント 2.5。 まだまだです。エルボー強烈、バックに回った。タイガースプレックス、もう危険爆発。3つは入りません。組み合った。あっと返した。引き起こす。膝へのドロップキック。10分経過。10 minutes past。 いけるか。あっと首から落とした。ストンピング。ピンポイント、膝キック、ものすごい。起こした。腕をフックした。シュミット流で倒していった。来るんですか、この力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。あっとエビ固めで丸めていく。カウント2つ、惜しい。掴んだ。あっとストバックのあたり、フェイスバスターで叩きつける。小脇に抱えた。抱え上げてそのままいけるか。ズームストーン。